はい、どうも、オリオンです。今回の雑学は、ニートの息子を家から追い出すと犯罪になる。日本人のニートの数は100万人前後いるとされています。一見マイナスなイメージを持たれがちなニートですが、彼らが別に犯罪を犯しているわけではないので、まあ、家から追い出す必要はないわけですが、まあ、家族が将来を心配して追い出したとしたら、彼はどうなるかというと、軽犯罪法違反になると。で、その内容ですが、まあ、内訳というか内容ですね。生計の目処がないのに、働く能力がありながら、職業に就く意思をせず、なおかつ一定の住居を持たないもので、途方にうろついた者は、拘留または過料に処すると明記されています。なので、迂闊にニートを追い出せないということです。はい、